気に入っていただけてよかったです。あ、うん、美味しい。そんな顔もするんだ。あの、今度はリコさん家に行きたいです。今度ね。今度は来ない。だってなぜならこんなだから。恥ずかしい。消費期限よ。結婚してる時はそれなりに。もともとこういうのそんな得意じゃない。木村くんは一人で自分のためにちゃんとした生活を送ってる。一方私は元夫にも周りにもよく思われたくて頑張っちゃってただけ。そういうの元夫に伝わってたんだろうな。子供のことだけじゃなく。みっともな。仕事しよう。仮にも自分を慕ってくれる後輩。あ、今日リコさんの家に。ごめん、資料もう少しまとめたいんだ。今日はご飯だけなら会社の裏に美味しいところあって。この後。ごめん、会議戻るね。あの、あ、今日行くところ遠いからそろそろ出なきゃ。あれ？ない。何がです？今から使う資料がないの。一体どこに。そうだ、あの日。仕事しよう。しまった、自宅。わかりました、じゃあ俺が取りに行きます。だから家の鍵を。リコさん、あの部屋を見られたら幻滅される。嫌だ。そしたらまた私捨てられるんだ。怖い。何が辛いの？俺にだけ話してくれたんですよね、秘密のこと。それ以上の感情があの家にはあるの？元旦那さんとの思い出とか何でも話してよ。あなたが自分に厳しくしかできない分、俺が思いっきり甘やかしますから、リコさん。だから。私は未だかつてこんな優しい言葉をもらったことがあっただろうか。部屋散らかっててすごく。掃除も料理も一人だとついサボっちゃう。自分に甘いの。だから本当はみんなが期待する完璧なんかじゃないの。そんなの気にしませんよ。聞かせてくれてありがとう。恥ずかしい、情けない。もう知られてしまったからごまかせない。でもなんかすっきりしたかも。お疲れ様です。木村くん、ありがとう。無事成功したよ。それはよかった。ごめんね、汚かったでしょう。そんなことは。でも、あれが本当の私ってことで。あ、別に開き直ってるわけでは。さすがにひどいし。いえ、全部好きですよ、リコさん。ん？